白原は、スズメメヒタキカに分類される鳥の一種。体長は25センチメートルほどで、ヒヨドリよりわずかに小さい。つぐみ類らしく、くちばしと足がよく発達した体型をしている。ほぼ全身が肺褐色で、和妙の通り腹部が白っぽい。見かけは赤原やマミチャジナイなどに似るが、体に大々色の部分はない。死有同色だが、 メスの方が顔や腹部が白っぽく、目の上に薄い眉藩がある。森林の茂みの中に潜むことが多いが、都市部の公園や緑地帯などにも姿を現す。単独で行動し、地上をぴょんぴょんと跳ねて獲物を探す様子が見られる。植生は雑食で、つぐみと同様に地面に降りて、昆虫やミミズなどの小動物を捕食するが、好みもよく食べる。 さえずりは赤原に似るが、冬はほとんど鳴かず、たまに小声で、キョッキョッなどと地鳴きをする程度である。渡りの経由地である、沖縄本島で、タニシの一種である、沖縄山タニシを捕食することが知られている。東アジアに分布する。中国東北部から、ロシア沿海地方にかけての地域で繁殖し、日本や朝鮮半島、中国で越冬する渡り鳥である。日本では、 ほとんどが冬鳥で、本州以南の積雪のない低地で主に見られる。日本で越冬するものは春になると、北方の繁殖地に戻る。中国産地や津島の三竹鳥類繁殖地など、西日本の産地でも少数が繁殖していると考えられていたが、西中国産地で繁殖しているのが確認された。なお、日本では、鳥獣保護法により、禁量であり、捕らえると処罰対象となる。 ありがとうございます。